腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはダイエット効果の高いスナット召し上がっていらっしゃいますか？今回この動画ではさらにそのスナットのダイエット効果を高める方法をお伝えしていきます。美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるスナットの神レシピお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのスナットレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、1日1パック食べるだけで OK です。痩せるスナットの神レシピ、具体的に材料、作り方、痩せる食べ方、注意点お伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのスナットの神レシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント4つあります。1つ目、あなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うからなんですね。イコール痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるからなんです。そしてお腹もすっきりデトックスすることで余計な老廃物がどんどん出て、あなたは食べたものがちゃんと吸収しやすくなる、結果代謝を上げることができて痩せるホルモンも作れるようになるんです。楽しみですね。では2つ目、こちら、脂肪燃焼効果がめちゃくちゃあります。脂肪燃焼をさせるためには代謝を上げるビタミン B 系のね、こういった栄養がとても大事になるんですよね。そういったものがしっかりとこのスナットを入ってますから、どんどん代謝が上がる、結果脂肪を燃やすことができるんです。3つ目です。便秘解消効果ですね。これもすごく大事。どんなにいいものを食べたとしても便秘の方は痩せることができません。なぜかっていうと、食べても食べても消化吸収できないということと、腸内環境がもう悪玉菌で偏ってるからなんですね。ですからまずは健康的に痩せたければお腹すっきりデトックスをする方が先、そこからいいものがどんどん入ってきますよ。断捨離ですね。そして最後4つ目のポイントはこちら、栄養バランス。これもめちゃくちゃ大事ですよ。痩せたいからといって食べ物を極端に制限したり、偏ったものを召し上がる、例えば野菜だけとかね、もうそんなことしたって絶対に痩せることはできません。痩せたとしても待っているのはリバウンドですよね。そんな不健康な痩せ方をしてはいけません。女性はね、やっぱり痩せてもツヤツヤの肌、髪の毛で生き生きとしたご自分でいたいって思いませんか？そのためには絶対に栄養です。栄養が大事。このスナット神レシピ食べることでもういっぱいね、栄養取れますよ。ビタミン B 群もそう、タンパク質やなんと鉄分も吸収しやすくなるんです。特に私たち女性はね、貧血気味の方多いですよね。それでは痩せることはできません。ですからしっかりとこのスナットの神レシピでそういった必要な栄養素取っていきましょう。ではここから2つ目の項目です。1日1パックだけで OK です。痩せるスナットの神レシピお伝えしていきます。ここからは材料が3つだけでできますので、それぞれの材料が持つダイエット効果、そして材料、作り方、痩せる食べ方、注意点、こちらをお伝えしていきますね。まず1つ目は何といっても納豆を使っていきます。でもしね、可能でしたらもう絶対に国産の大豆を使った納豆にしましょうね。特に丸々とその形がある納豆よりも、ひき割り納豆の方が表面がですね、やっぱり空気に触れる面が多いということで、栄養価がですね、粒の納豆に比べるとひき割りの方が若干高いと言われておりますので、コスパ考えるとひき割り納豆もおすすめです。まあ、でも基本ね、国産大豆の納豆であればどの納豆でも OK です。そこまで大差はないです。で、納豆が素晴らしいのはもうすでに大豆が発酵している発酵食品になります。この発酵食品が一番痩せ菌をたくさん含んでいる食材になりますし、また一旦もう食べる前にすでに発酵してますから、食べた時の消化吸収力が半端ないですよね。胃腸に負担をかけないで済むということですから、ぜひ発酵食品毎食召し上がってください。おすすめは納豆です。そしてね、イソフラボンが豊富、これもとっても大事ですね。私たち女性にとっては女性ホルモン、エストロゲンと似た働きをするこのイソフラボンを取ることで、そういった脂肪燃焼効果とかね、代謝を上げてくれたり、そういったことをサポートしてくれる栄養素になります。
そして食物繊維が豊富、お腹すっきりデトックス、植物性のタンパク質も豊富ですし、また大豆オリゴ糖が腸内環境を整えてくれます。そして嬉しいのがコレステロール値を下げてくれる効果もある。もう納豆って本当に素晴らしい食材ですから、ぜひ毎日1パック食べていきましょうね。では2つ目の材料はリンゴ酢になります。酢納豆と言っても何でもお酢なったらいいのかって、そんなことありません。たくさんあるお酢の中でダイエット効果、健康効果が必要な方はリンゴ酢選びましょう。なぜかめちゃくちゃダイエット効果が高いのがこのリンゴ酢だからなんですね。やっぱりリンゴ酢を摂ることで脂肪燃焼効果がアップ、代謝もアップ、そして脂肪が結果つきにくくなりますし、そもそも太るもと血糖値の急上昇をグッと抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込む率をグッとで抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんですね。そしてたくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢がトップなのがここ酢酸の働きが一番強いんです。ということは腸を動かす力が一番強い、全脳運動が活発になります。そうすると代謝が上がってデトックスもできて、どんどん痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。そしてそれだけでありませんよ。食欲もね抑えてくれたり、カリウムも豊富ですからむくみまでキュッとね抑えてくれる。だってね、せっかく痩せたのにむくんだままではすっきりしないですよね。もうそんなの絶対嫌ですよね。ですからここでしっかりとむくみを解消していきましょう。そして最後の材料3つ目は蜂蜜を使っていきます。蜂蜜と聞くとね、なんか甘くて太りそうというイメージがあるかもしれませんが、この紙レシピの分量だったら全然 OK。 逆に脂肪燃焼効果があったり栄養価も高いし、腸内環境を整えるオリゴ糖とかね、グルコン酸もいっぱい含まれてますから、ぜひこの栄養価の高い蜂蜜を使っていきましょう。ではここから材料をお伝えします。酢納豆の紙レシピ1人分です。納豆1パック、国産大豆の良いものを選びましょう。できればひき割りの方が栄養価が若干粒よりも高めです。2つ目、純リンゴ酢選んでくださいね。市販の太るリンゴ酢選んではいけませんよ。この動画の最後でおすすめのリンゴ酢をお伝えしますね。大さじ1準備してください。そして最後、蜂蜜もできれば国産の良いものですね。純のピュア 100% 蜂蜜選んでください。添加物が入ったのは NG です。これをね小さじ1ご準備ください。ではここから作り方です。もう超簡単。1、納豆にリンゴ酢大さじ1入れましょう。純リンゴ酢ね。そして2つ目、50回ほどうーわーって思いっきり元気いっぱい混ぜてください。そして3つ目、そうするとねふわっふわになります、酢納豆が。その後に蜂蜜を足していただいて、さらに混ぜたら完成です。私がこの紙酢納豆レシピの食べ方ハマっているのが、私はね玄米ご飯食べるんですね。白米は食べません、太るので。玄米ご飯、もう熱々の玄米ご飯にこの作った酢納豆をかけて混ぜるんですよ。でそこにね、あの無添加の高め調味料が入っていないこう海苔を使ってこう巻いてね食べてみてください。これもう超簡単な納豆巻き、お寿司ですね、手巻き寿司の納豆巻きができる。まあちゃんとね巻いてはません、巻いてはいませんよ。でもどうですか、もう口の中に入れたら一緒です、一緒なのでね、わざわざ巻く手間を省く。もうこのリンゴ酢を使った酢納豆、蜂蜜が入ってる、これがまさにですねもう酢飯のような状態だ。しかも海苔で巻く、この海苔巻きのね酢納豆のご飯召し上がってみてください。めちゃくちゃ美味しいですから、しかも簡単。私はこれを毎朝食べてます。ではここからおすすめの痩せるリンゴ酢お伝えします。いっぱいスーパーに行くとリンゴ酢が並んでるんですね。でも太るリンゴ酢選んだらダメですよ、太っちゃいます。じゃあどうすればよいのか、ポイントがあるんですね。こちら痩せるリンゴ酢、原材料リンゴ果汁が 100%のみでできているものを選んでください。できれば有機栽培とか JAS マークがついたオーガニック、無添加のものですね。もうよくあるあるなのがいっぱい添加物が入っているリンゴ酢がほとんどなんですよね。もうとっても残念。例えばですね、人工甘味料とかお砂糖とかアルコールとかね、香料とか、もういろんな余計なものがいっぱい入っているのは
太りますよ。なぜかっていうと内臓、特に肝臓とか腸にめちゃくちゃ負担かけてしまって、はぁってもう疲れた、無理無理ってなるわけですよね、腸が。そうするとどうなるか、太ります。なぜか、食べても食べてもあなたは栄養が吸収できないからですよ。それだったらもう絶対に選んでほしいっていうリンゴ酢、まあ、ただね、こうは言ってもこの条件満たそうと思ったら結構ねお値段が張ります。うん、そういうのってなかなかね、住川先生続きませんってご相談も多かったから、市販のスーパーで簡単に手に入るリンゴ酢今から2つご紹介しますね。1つ目、こちら、もしイオングループ系のトップバリューとかね、そういったスーパーがある方はですね、イオントップバリューのブランドの国産リンゴ果汁 100% を使った純リンゴ酢、こちら選んでください。もう原材料がリンゴ果汁 100% のみ、国産のリンゴを使ってくださってます。ありがたいですよね。これね、コスパいいんですよ。うん、通常のリンゴ酢と比べたらね、だいたい100円ぐらいお得でした。こちらか、こんなスーパー近くにありませんという方、ネットで買えない方はこちらだったら多分大丈夫。ミツカンの純リンゴ酢、このミツカンのブランドだったらもうおそらくどこのスーパーでもあると思います、置いてあるところはね。なのでこちらミツカンの純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% を使ったフルーティーで豊かな香りということで、こちらも原材料がねリンゴ果汁 100% のみで、見えますか、できてるリンゴ酢ですから、こういったとにかく 100% リンゴ果汁、できれば国産リンゴですね、こういったものをお近くのご自分のスーパーで見つけていただいて、必ず痩せるリンゴ酢を使ってくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は私もドハマりしているリンゴ酢を使ったスナットの神レシピをあなたにご準備してお伝えしました。もうすぐに作ってね、よかったらコメントくださいね、美味しかったとか、こんなね工夫もしましたとかありましたら教えてください。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもとっても励みになっております。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。